はい、はい、どうも、ちょぶりです。ということで、今日はですね、みんなの今週のガチスカット回数、やっていきたいと思います。ってなわけで、新企画やっていこうと思うんですけれども、せっかくね、フォーメーションを、もうこう、自由に配置できるようになったんで、みんなのフォーメーションも見てみたいというわけで、僕ね、もう昨日、XQTwitter の方で、こんな感じの投稿をさせていただきました。もうみんなの今週のガチスカットを画像で教えてくださいというわけで、こだわってるポイントも教えてもらえると、 嬉しいですって感じで、ま、投稿したんですけれども、もうなんとね、めちゃくちゃたくさんの方から、もう送っていただきましたというわけで、まだ投稿してね、数時間しか経ってないんですけれども、100人以上の方から、え、画像の方を送っていただいております。本当に皆さんありがとうございます。ま、てなわけで今回はね、ま、全員分はもちろんね見ることができないんですけれども、ま、そん中からピックアップしてね、送っていただいた方々のガチスカットと、ま、そのこだわってるポイントですね、見ていきながら、ま、僕なりに解説というかね、ま、こういうところいいなとかね、こういうところ面白いなところを見ていけたら なと思いますまあ、この企画が好評だったらね今後も続けていきたいと思いますのでぜひ皆さん良ければねコメント高評価そしてチャンネル登録までいただけたらすごく嬉しいなと思いますせことで早速ですねみんなの今週のガチスカット解説ということでやっていきましょう はい、ということで、まず一人目の方はこちら、424のフォーメーションですね。見ていきたいと思います。結構人数いるんでね、テンポよく見ていこうと思うんですけれども、この方のこだわりポイントはこんな感じ。ライブレニマが躍動、特にセルロートさんパスうまいし、背負いるクロス対応何でもできる神と、相手うますぎてどうしようもなかったら、態度で日回しで損でブリッツというわけで、結構面白いですね。一応まあ、4トップになるんですかね。ムアッペとセルロートの2トップで、ウィングに損がいて、セカンドトップでマラドーナがいますと。そして、ここで右サイド、 のハーフでねビレルと置いてるんでめちゃくちゃ攻撃的なフォーメーションかなと思いますしかもこれカンても cmf ですからねでまさかのこのフリットこれ適正性ってないですけれどもセンターバックで起用してますということでこだわりがすごいですねもうこだわりとこのセルロードアイがねめちゃくちゃ強いんですけれどもどうしようもなかったら損不眠でブリッでチームスタイルはショートカウンター使ってますねまあちょっとさすがにこれ守備がねめちゃくちゃ大変かなと思うんですけれどもまあ攻撃はね楽しそうで個人的にはいいんじゃないかなと思いますはいということで2人目の方はこちら4213のフォーメーメションですね。 この方のこだわりポイントは CF を広めに置くことによってサイドからの抜き出しを意識していますというわけで、ま、このフォーメーション強そうですよね。ま、こだわりポイントでもあったらこのね、ルンメニゲとオーエンをね、かなりこうサイドの多分ギリギリのね、センターフォードで配置してますというわけで、多分これはセンターバックっていうよりかは結構ね、サイドバックともね、こうマッチアップすると思うんで、そのスペースをね、抜けてくれたら結構強いんじゃないかなと思いますね。こういうラインブレーカーとか使ったら、ま、かなり裏抜けしてくれそうですね。ま、こういうこだわり面白いですね。そして中央にセカンドトップが置いていて、 二列目に関しては、キミヒとバッチョということで、キミヒは CMF でバッチョは OMF 登録ですね。ま、このフォーメーション結構ね、攻守万能で強いんじゃないかなと思います。結構ま、センターフォワードをね、ま、このフォーメーションよりも、こう、ぐっと真ん中に置いてる方多いんじゃないかなと思うんですけれども、この方はこだわりで、ま、センターフォワードを開かせると、ま、これも結構強そうなんで、ちょっと真似してみたいなって感じもしてますね。はい、続いての方はこちら、4222ということで、ま、あめちゃくちゃ安定してるフォーメーションかなって感じがあるんですけれども、 上がりポイントはこんな感じ右利きで、ね、攻めるので422を少し変えて右下がり型に作りましたかなりいいですと以前フォーメーションで設定できたアルゼンチンの、ね、形とこうかなりこう似てるかなという,うに思うんですけれども、まあ、2枚は2 o メ f ですねえキングメッシュとクライフを置いていてセンターフォワードで右から攻めたいというところでレオンを若干下げているっていう感じですかねまあ、やっぱりこのセンターフォワードねこうツートップでも若干下げることによって少しこう下がってボールを受けてくれるんでやっぱりこう起点にはなりやすいのかなって感じはしてますよねで m f に関してもね、右のこうメッシュに関しては若干下がっていて、左のクライフは少し上がっているというところで、こういうこだわりがあるのがいいですね。まあ、しかもこの2ボランチで2枚とも DMF ということで、攻守万能っていうか、めっちゃシーンも硬いと思うんで、しかもね、チームスタイルもローンカウンター使ってるんで、このフォーメーション、攻守万能でこうかなり強そうだなと思いますね。はい、続いてのお方はこちら、4-2-4のフォーメーションということで、だいぶ変わってるね、めっちゃ特殊なフォーメーションをしてるんですけれども、こだわりポイントはこんな感じと。 とと下がっっててててくくれて超噛み合ううここの褒めにしてからディビジョン戦7 6勝勝1分けといいででちちゃくちゃ高い勝率で勝ってますねでまさかの4トップ褒めというわけで、まあ、どっちかっていうとね、この4トップよりもこの気になるのはこのディフェンスラインですよね。この置き方これすごくないこのサイドバックとセンターバック、このなんか凸凹に置くことによって変わってくるんですかねなんか単純に考えたらね、これディフェンスラインがこう見られちゃうんじゃないかっていう考え方しますけれども、僕もね、この形やったことないんでわかんないですけど、まあ、これもこれで面白いですね。まあでもこう ただね、コースがはっきりしているというか、フォートップではあるんですけれども、フォーバックでしっかりね、まあ、中盤にもいるんで、そこまでこう、守備もね、めちゃくちゃ難しくはないのかなって感じしてますね。まあでも、とりあえずこのフォーメーションだと、もう何話されても,も、ディフェンスラインが気になりすぎて、あんまり頭入ってこないですよね。まあでも、なんか1回ぐらいね、このフォーメーションも試してみたいなって感じがしましたね。はい、続いての方がこちら、4123のフォーメーションということで、こだわりポイントはこんな感じ。サイドバックは両方守備的で、守備安定と。そして OMF は、それぞれ 違うプレッサで抜け出しにギャップをつける。CF かセカンドトップでためを作って、抜け出しと OMF にボールを預けてワンツーしながらフィニッシュというマックで、攻撃の入れ方までね。細かく書いてくれたわけなんですけれども、松、ま、間ディフェンスラインはね、結構高めかな。だいぶ高い位置に配置してるなって感じがあるんですけれども、まあサイドバックもね、2枚とも守備的にしてますと。で、OMF 二枚、リベリとバッチョに関しては違うプレイスタイルにしてるみたいですね。確かにね、2枚ともこうチャンスメーカーとか、こう2枚ともね、二列メーカーの飛び出しとかだと、結構同じ。 するんでまあ、それを変えてるってのも面白いですね。そして CF かセカンドトップでためを作って抜け出した OMF にボールを預けてワンツーしながらフィニッシュといった感じなんでまあシンプルにこの形めっちゃ強いですよね。まあ、前線にしっかりボールを溜めてこのセカンドトップとかね OMF の抜け出しを待ってこのセカンドトップとか OMF のこの抜け出しを待って最終的にそこを使った上けで攻めていくみたいな、まあ、この攻撃方法めっちゃ強いと思うんで、まあ、この方ディビジョンのとこも高いんじゃないかなって気がしてますね。まずこの攻撃の発想この考え方がね、まあ、できる時点で結構うまいんじゃないかなと思ってるんです ですけれどもまあ、この配置も結構強いんじゃないかなと思ってますね攻守万能というかまあ攻撃的ではありますけれどもこのフォーメーションも強いんじゃないかなと思いますねはいということで続いてのはこちら424のフォーメーションということではいこちらこだわりポイントこんな感じセンターバックを一番下まで下げるとえ気持ち裏抜けされにくいに気がしますと攻撃4枚ですけど中盤立て方にして負けれるにエコー両方をやらしてますとういうわけでこれすごいですねこの方もこれもうセンターバックはゴールキーパーとまさかの,この横 並びっていうねなんかこのフォーメーション見てると、こう、若干感覚がバグってくるんですけれども、センターバック3枚で、このね、3枚ともゴールキーパーの横に配置していて、サイドバックだけね、ワンミサック上げてますと、そして、まあ、ビーラ、DMF で置いていて、この攻守万能要因で負け入れを置いているっていう感じみたいですね。そして、まあ、前線は4トップでセカンドトップ2枚に CF2 枚というわけで、まあ、攻守はっきりしてるなって感じがあるんですけれども、なかなかすごいですね。まあ、たまにこのセンターバックをね、このゴールキーパー横にね、置いている方いるんですけれども、やっぱり裏抜け、 されにくくなるんですかね僕はそこまでこう調べられてはないんですけれどもまあでもこういうのもこだわりあって面白いですよね、まあ、意外とこういうフォーメーションの人これ強かったりしますからねまあでもこれもね5枚で守ってこの4枚で攻めていくみたいな、まあ、完全にこう講師がはっきりしていて割とこうやりやすいんじゃないかなと思いましたねはいということで続いての方がこちら4123のフォーメーションですねこだわりポイントはこんな感じセカンドトップをシェフより前の位置に配置すること理想はマルチネリーをシェフにしてルンベニゲをセカンドトップネイマール 左サイドハーフにするといった感じで結構まツリー型のフォーメーション的な感じかなと思うんですけれどもこれも面白いですねこだわりとしてはこのネイマールのところですね一番高い位置この三角形の頂点をセカンドトップにしてますとまあこれがこだわりポイントみたいですねまあこれも面白いっすよね多分これ配置がセカンドトップでもこういうこだわりもこれめっちゃ面白いっすよね多分これ配置はね一番高いんですけれどもセカンドトップなんで結局ね下がってきてくれてこの CF2 枚このバッチョとルンメニーが裏抜けしてくれると思うんでなんかうまい攻撃の形作れそうですよ で中盤も DMF1 枚いて1枚 OMF で1枚は左サイドハーフということでディフェンスタイムも結構変わった配置してますねまあかなりこだわりが見れて面白いかなと思いますまあこういう三角形の頂点をセカンドトップにするみたいなまあそういうやり方もありなんじゃないかなと思いますねはいということで続いてはこちら4213のフォーメーションですね見ていきたいと思いますこだわりポイントはこんな感じボンバーヘアーズということで髪の毛は爆発する選手のみで構成された毛量で相手を圧倒していくスカットです キャプテンの GK オチャを中心とした守り、まあ、は鉄壁ですしやはり CF のフリットは人外な強さです。 はい、続いての方はこちら、4141のフォーメーションというわけで、こだわりポイントこんな感じ。結局シンプルが一番、サイドハーフを少し上げることで、セパン型のように攻められるというわけで、まあ、結局ね、このシンプルが強い説、これもめちゃくちゃあると思うんですよね。まあ、若干この通常のこの4141よりも、サイドハーフを上げた形かなと思うんですけれども、いやこの形僕もね、かなり強いと思います。まあ、やっぱなんだかんだね、普通の4141とか433とか、まあそういうフォーメーションがなんだかんだ強い説もあるんじゃ ないかなと思ってますねまあ、何よりもこれまでやってきて一番こう慣れているっていうのも大きいんじゃないかなと思いますなかなかねこう自由に配置してうまくいかない方はまあ原点に戻ってやってみるっていうのもありなんじゃないかなと思いますねはい続いてこちら4222のフォーメーションというわけでこのフォーメーションもねすごい配置だなって感じがするんですけれどもこだわりポイントこんな感じ両サイドをセカンドトップとサイドハーフにすることで中にもサイドにも行けるようにしているところですというわけですごい面白い配置してますよねまずはディフェンスラインは普通かなと思うんで ですけれどもアンカーが1枚いて中盤もね若干このディヨングは右にはみ出てますとそして左サイドハーフがいて右に関してはセカンドトップでクライフを置いているっていう感じですねまあ、確かにこれサイドからも中央からも攻めれるなって感じがするんですけれども中央攻めめっちゃ強そうですね結構攻守万能でなんか強いんじゃないかなって感じしますけれどもなんかカントナとこのディヨングとこのクライフとかこれらのこの攻めがめっちゃやりやすそうですね多分まあ中盤もねこのカントナもディヨングも守備に下がってきてくれると思うんで守備も安定してまあ攻守万能フォーメーションって感じですかね。 この左サイドハーフをね、リベリーにすることによって、結構ビルドアップもね、やりやすくなるというか、やっぱりこうサイドにもね、逃げることができるんで、個人的にこのフォーメーションね、まあ、使ってないですけれども、結構強いんじゃないかなと思ってますね。はい、続いての方はこちら、4213のフォーメーションです。というわけで、こだわりポイントはこんな感じ。モドリッチを CM にして、攻守両方に動いてもらって、前線3枚を階段みたいにすることで、ワンツーなどのパスが繋がりやすくて、攻撃がしやすかったです。というところで、まあこの形も結構 結構面白いですねこのモドリッチとこのメッシュこの距離感がめちゃくちゃ近いということでこれもまあいいのかなって感じがあるんですけれども前線3枚をね階段にすることによってワンツーがしやすくなるといった感じみたいですね僕もこういう階段みたいなこのねなんか右肩下がりこの左肩上がりみたいなまあ、こういう配置したことなかったんでまあ、こういうのも面白いなって感じがしてますねまあ、これなんかモドリッチとこのメッシュの距離感とかねこだわりがあって個人的にはすごくいいなっていうふうに感じましたねはいということで続いての方はこちら4213 のフォーメーメションということでこだわりポイントこちらアラォー DMF がいい感じですということでいやめちゃくちゃ羨ましいわこれはシンプルにフォーメーション自体もねこの CF2 枚でウイング1枚ということでまこの形もねこうかなり強いんじゃないかなと思うんですけれどもアラォー DMF マジで羨ますぎるはい続いてこちらこれとんでもないフォーメーション来ましたね2215ということでこの215 2 21ってこれ見たことないよなまずね攻めにほぼ振ってますと今ブリッツ打ちやすいようにキエーザーは少し左に 配置してますということでまあ、今はねこのキエザの配置にこだわってるらしいんですけれどもこの形これすごいねこれディフェンスこれやれるのかなって感じしますけどねもう攻撃にほぼ振ってますっていうかこれもう全部攻撃に振ってる感じするんですけど前線の形がほんとすごいですねまあでもねなんか意外とこういう相手なんか対戦相手に来ると癒すよね実際これこの人数でこれ攻めてこられたら本当守れないと思うんでまあ今の環境ちはまあこういう風にもう後者はっきりっていうかもう攻撃全振りみたいなまあこういうのもワンチャンありな気がしてきます はい、続いての方がこちら4213ということでこちらコメントいただいております一時期流行った4132の攻撃超強化版みたいな感覚で使えますこだれポイントとしては中盤を片方下げて CMF 連金することで守備にも多少の好機がありますが特に攻撃値に少し遅れて上がってくれるのでより柔軟に攻めることができてすごく楽しくて強いスカットになってますというわけでかなりね細かい説明いただいたんですけれどもいや強そうですねこれはかなり強いんじゃないかなと思うんですけれども まこの方もねこのわざわざフレインキーを CMF にすることによってまあ守備にも貢献してくれますけれどもまあ若干遅れて上がってくるからまあ攻撃もスムーズにいきますっていうことでめっちゃこだわりありますねこの方自体もねこれ強いんじゃないかなって感じがしますけれども確かにこれ攻撃楽しそうですね OMF のねこのウリヘイネスとかもいい距離感でサイドから上がってきてくれるんだろうなって感じがしますしこのフォームミーションも割と攻守万能っていうかまあ攻撃型ではありますけれどもこの方が言ってるようにこれ楽しくて強いスカートなんじゃないかなって感じはしますよね はい、続いての方がこちら5212というわけでファ5バック来たわけなんですけれどもコメントいただいております守備カッチカチ12試合2失点何気に右から左流しの形も作りやすいのもお気に入りというわけですごいですね12試合2失点今の環境でこの失点ってこれめちゃくちゃすごいっていうか相当守備硬いんだろうなって感じますけれども、まあ、ファ5バックで2ボランチなんで、まあ、確かに守備硬いんじゃないかなって感じはしますねそしてこの右から左流しの形も作りやすいというわけで で、攻撃に関してもいけちゃうんですね。いや、実際ファイバックでね。 守備硬くて、攻撃うまくいけたら、それがめちゃくちゃいいんで、いや、玄関今日僕ファイブックまだやってないですけれども、これ結構ありな気がしましたね。ぜひ僕もファイブックやってみようと思います。はい、そして続いてがこちらですね。4、2、1、3というわけで、ポイントはこんな感じ。チョブリさんのもとに作ってますが、セカンドトップにボールを回しやすくするために OMS と CMF を逆にしました。それによって CB とセカンドトップも逆になりましたというわけで、僕の動画ね、見ていただいてありがとうございます。やっぱり僕的にはね、この3トップ横並び強いと思うんですけれども、 この方はね、さらにそれをアレンジして、このセカンドトップにボールを回しやすくするために、セカンドトップと OMF のね、この距離感を近づけましたと、こういうこだわり、これ、めっちゃいいですよね。それによって、ディフェンスラインも3枚センターバックで、右サイドバックにしましたっていうことで、この形もやっぱり強いというか、僕もまあ、ほぼ似た形使ってますけれども、かなり強いんで、ぜひ試してみていただきたいなと思いますね。まあ、こういうね、強いと言われてるフォーメーションから、この自分なりにアレンジしていく、まあ、そういうのもやっぱり、玄関境めっちゃ大事なんだろうなっていうふうには感じますね。 はい。ということで、今回はみんなのガチスカット解説ということでやっていったんですけれども、いかがだったでしょうかいや大変申し訳ないんですけどねえ、本当にね、もっとたくさん紹介したいスカットがあったんですけれども、まあ、今回ね、ピックアップして、まあ、10人、15人ぐらいかな、ご紹介させていただきました。 これ好評だったらね、毎週継続してやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さんその時はね、XQTwitter で、え、僕に送っていただけたら嬉しいなと思います。え、本当ね、たくさんの方に送っていただいてありがとうございました。ぜひね、こういうのもやってほしいとかだったらコメント欄で教えてください。はい、こんな感じで、フットボール動画前に投稿してますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。